化粧する女性化粧着には、レティセラとプントイン、アリアの縁飾りが、テーブルクロスには四角いレティセラと刺繍したとあるが、組み合わされているプントインアリアは、ニードルレースであり、レティセラととあるは布地に刺繍を施したものである、プントインアリアとは、16世紀のイタリアを発祥とする初期のレースである。布の上にステッチするのではなく、 一度だけでステッチして作成することから最初の真実のニードルレースとされている。レティセラから派生したニードルレースであり、同時期の両者のデザインは非常に類似している。プントイン、アリアの技法はレティセラの技法を改良したものであるが、ニードルレースを革新的に飛躍させたことで非常に重要とされる。レティセラは16世紀半ばに作成された刺繍レースである。 布の芯を必要とし、ステッチを行った後に糸を引き、布を切り取ることで、布地のない模様を形作った。布にステッチした後にデザインを形作ることが必要であった。デザインが発展するにつれ、完成させるために多くの糸を布から取り去ることが当然となり、多くの糸を取り去ることで、布地の芯は薄く少なくなっていった。17世紀になって、 ベネツィアのレース校により、布地の芯を必要としない技法が考案され、プントインアリアとして知られることとなった。プントインアリアは、1620年頃から1650年頃にかけて盛んに作られた。プントインアリアは、レティセラの特徴を残しながらも、幾何学模様から自由に形作ることが可能となった。リンネルと羊皮紙を組み合わせた土台が、レース校により考案された。 この土台は模様を描いた羊皮紙,紙を上にして2から3層の織物でできており、粗い目で閉じ合わせられている。パターンは糸の束と共に模様に合わせてステッチされ、ステッチされたパターンは粗い目で支えの布に縫い留められる。レース作成が終わると粗い目の糸を布の間で切り、レースだけを外す。ありがとうございます。